柏崎市は、新潟県の中越地方生誕にある、日本海に面した市、新潟県内では6番目の人口を要する、狩場地区と柏崎地域広域県の中心地で、国、県の出先機関も数多く置かれている。また、観光資源として、地域の一部は、佐渡屋彦米山国定公園に指定されている。自然災害においては2007年の新潟県、 中越沖地震で最大震度6強を記録するなど大きな被害を受けた柏崎市中心部周辺の空中写真1975年撮影の10枚を合成作成国土交通省国土画像情報をもとに作成商業施設本樹から望む柏崎市街と米山新潟県の海岸沿いのほぼ中央に位置し米山黒姫 八国の狩りは三山に囲まれた狩りは平野に位置する。中心市街地は砂丘上に発展した稲作が盛んであるため市街地から離れると田園が広がっている。北から東回り順に柏崎駅前には片持ち式アーケードが続く商店街が形成されており2018年8月中旬までは総合スーパーの伊東洋華堂丸大柏崎店が営業していた。 駅北側の旧北国街道沿いには、閻魔市が開催されることで知られる、閻魔通り商店街が形成されており、新潟県中越沖地震で甚大な被害を受けたが、復興が行われ、この復興の取り組みは2016年とし、住宅学会業績賞を受賞している。同街道沿いの東本町一丁目付近では1990年代から2000年代初頭に、かけて、 東本町町づくり事業が行われ、市街地再開発事業により3棟の複合ビル、モーリエが建設されたほか、ショッピングモール、フォンジェがオープンした、駅北東側に隣接する土地では、日本石油の製油所が2001年まで稼働していたが、その跡地は、震災復興の一環として、土地区画整理事業が行われ、公園及び、柏崎市文化会館、アルフォーレとなった。 鎌倉時代には守護、名古屋市、室町時代には守護、上杉市の悲観として、宇佐美市等が拡挙した、上杉市の一族である上城上杉家や美和島市も同地域の領主であった。江戸時代初期の高田藩成立以降18世紀前半まで、現在の柏崎中心部とその周辺は、幕府領となった一時期を除いておおむね高田藩領に属した。1710年に、 松平忠江が桑名から高田に入法を。以後、柏崎を中心とする地域は、九州松平家の支配するところとなり、天保によって、白川藩、桑名藩となっても飛び治療として、柏崎に陣屋が置かれた。現柏崎市域北部の深谷地区周辺はここに、陣屋屋く、深谷藩の領地であった。1698年に、堀氏幾が、 越後国内などに一万国の領地を与えられ、シーヤに居住したことにより、シーヤ藩が成立したものである。シーヤ藩は1871年の廃藩地検まで続いたアメリカ陸軍地図局による新潟県柏崎市の地図。1945年版2005年5月1日に編入合併した、 西山町と高柳町の区域にはそれぞれ西山町と高柳町の地域自治区が設置されていた。これらの区域の住所には地域自治区名が表示されていたが、2015年3月31日に廃止された。市議会新潟県議会日本石油の創業地であり、かつては石油製製業で栄えた。現在では国際石油開発。 定石の東柏崎ガス田が稼働中、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所は、首都圏など、東電管内に電力を供給しており、周辺地区へ発電所関連の雇用を生み出している。出力は一つの発電所では、世界最大の規模である。笠島駅付近の漁村と弁天岩市内には、市管理の5つの漁港があり、北から順に以下の通りである。 代表駅の柏崎駅道の駅柏崎市北部のバス路線図。柏崎市南部のバス路線図、路線バス、編集越後交通によって運行されているほか、市南部の山あいでは、高柳、宇川新交通が運行され、これらを網羅するものとして、市では柏崎市公共交通ガイドブックが発行されている。高速バス、 編集このほか柏崎駅前と長岡駅、大手口の間には、越後交通の一般路線バスが2系統、運行されている。以前は、北陸自動車道経由の特急系統が、柏崎発の1日1本ものみ運行されていたが、利用者の減少により廃止されている。米山大橋小木の、島かやき環上集落レジャー円間市、行政観光交通歴史等その他、ありがとうございます。